はい、どうも皆さん、こんにちは、ミシェルです。今日はね、ツイッターの方で何とかツイートさせていただいたんですけれども、ゲーミングパソコンというか、まあ、自作パソコンをね、ちょっと組みまして、ツイートしたらね、結構な人数の方が、まあ、お気に入り登録とかいいなとかね、まあ、興味持ってくださったのかな、結構ね、反応してくださって嬉しかったんで、まあ、せっかくなんでね、少し自分のパソコン今回こういうの作りましたっていうのをね、パソコンだけなんですけど、ちょっとご紹介してね、今後、まあパソコン組むの考えられてる方とか、まあもちろん COD をね、やる上でっていうのをちょっと前提にさせていただきたいんですけれども、それをね、前提にこういうふうに組みましたっていうことでね、ちょっと簡単にね、紹介させていただきます。本当にくれぐれもちょっと最初にお伝えしたいのは、特にこのパソコンで今は、いわゆるアフターエフェクトとか、そういった本当高機能な動画編集ソフトで編集するではなくてね、あくまでパソコンで、どうだろう、自分がね、撮ったクリップとかを、まあ自分で編集してミニタージュ出すぐらいは、まあ満足にできたりね。あとはやはりネットとかやるときのレスポンスとかね、動画見るときの、まあ画質、そういったところをちょっと重視して選んだんで、まあスペック物足りないとかね、全部最新のものを選んでるわけじゃないんで、まあ、その辺は、ご理解ください。はい。というわけで早速ご紹介していきます。まあ、詳しいことは概要欄に貼ったりね、コメントをくだされば分かる範囲でお答えします。はい。では早速やっていきましょう。まずケースですね。ファントム530って言われる、一応ハイタワーに分類される、ケースになってます。色はね、確か黒、赤、オレンジじゃなくて、黒、赤、白の3色で、選ぶことができたと思います。僕は、ちょっとやっぱね、白がかっこいいなと最初から思ってたんで、白にしました。で、正面は、こうやってね、横から蓋を開けて、DVD ね、この入れるやつ3枚分。と、下に行くと、よいしょ、フロントファンが回ってます。これ140だったかな、サイズは。はい。で、左サイド行くと、まあ、このようにね、こうか。このようになっています。ちょっとごめんなさい、なんか映り込んでますけど、今までね、掃除したりしてたんでごめんなさい。でも動画も遅くなったらあまり見てもらえないなと思ったんで先に動画撮ってます。はい。で、左側このようにね、クリアパネルで見えるようになってまして、サイドファンもね、もう一個つけられるようになってます。で、中ね、このように見えるようになってますんで、ちょっとスペックのご紹介をしていきます。まず見えてる、こちらの空冷のファン、はい、虎鉄だったかな、虎鉄っていうところでね、Amazon で4000円ぐらいだったと思いますけど、空冷式のファンにね、今回しました。本当はね、水冷式とかの方が効率いいのは分かってたんですけど、初めて組むのに水冷でこうちょっとトラブルがあるとね、水漏れして全部の機械ダメにしちゃうっていうのはちょっとリスクとして怖かったんで、まあ、今回はね、空冷にしました。水冷にするとこれが今4000円だったのがね、今安くても大体多分、8000円ぐらいはするんだと、したと思います。僕がね、今回組もうとした企画だと。うん。で、虎鉄といわれね、今回4000円ぐらいのファンだったと思います。はい。で、これはケースファンなんで最初からついてます。リアの方でついてます。で、下行って、はい。これがまあ、皆さんというかね、これはね、多分 PC ゲームとかで、ほんと高画質とかを求める人だったらもっと全然上になんなきゃダメなんですけど、今回僕はね、GeForce というところの、GeForce GTX960 というね、スペックのもののグラフィックボードを入れました。価格はね、36000円ぐらいだったかな。よいしょ。これ。あ、違う、これじゃない。これ。よいしょ。これだね。よいしょ、よいしょ。自分が映り込まないように注意しなきゃいけない。はい。GeForce GTX960。今、980まで出てるらしいんですけれども、まあ、それをするとね、10万円超えてきたりするのと、本当にそれはね、インターネットゲームとかもっと本格的に何かね、専門的にやる人が、まあ、つけるものだっていうふうにね、思ってたんで、まあ、初めて作るのにそんなハイスペック分かりもしないのに組んでもしょうがないなと思ったんで、960にしました。本当はね、770とかでもいいかなと思ったんですけど、まあ、あえてね、まあ一応、今ある中では最新の世代に分類されてるんで、これにしました。ちなみにこの960っていうのが、今の780の、なんだっけな、
オーバークロック対応だったかなと、まあ、大体同じぐらいの性能が、まあ、もう装備されているというか、あ、力として、ね、持っている、グラフィックボードになります。はい、今回僕はこれを使用しました。はい、でそのマザーボードもこれをしなかったで、もうファンで、ね、だいぶ隠れちゃってるんですけど、よいしょ、こうすれば見えるかな。はい、マザーボードって言われる、ね、基板ですね、パソコンの。はい、こちらが、ね、これ何だったっけな、アスロックってところのね、エクストリーム4っていう、まあ、可もなく不可もなくといったような基板になってまして、まあ、最低限ね、HDMI とか、DW とかね、最低限出力機器ついてますし、メモリもね、大きなやつ、今見えてる金色のやつかな、金色のやつね、4本させる、ように仕様にもなってて、非常にね、使い勝手のいいものかなと思います。もう一個上にエクストリーム6とかね、あるんですけど、まあそうするともっとね、USB させるところが増えたりとか、まあ確か値段の差額が6000円ぐらいなんですけど、2万円ちょっと超えるぐらいかな。そうするともっと、まあ後ろのね、また紹介しますけど、後ろに、形が少し変わります。はい。で、あとは、CB のメモリですね。今金に見えてるやつ。今回は 8GB2 枚の 16GB だったかな。のメモリをつけてます。特に、作動問題ありませんでした。またね、16って結構余裕があるんで、動きも快適かなと思います。はい。で、マザーボードが、これか。よいしょ。こうか。はい。アセロック。エクストリーム4ということでね。見えちゃってるよね。16,800 円でしたね。はい。そんな感じです。はい。あとは何かあったかな。あ、電源か。あと電源ね。ここについてますけど、これはね、650ワットのもので、確か7800円ぐらいだったと思いますけど、まあ、今回はこのグラフィックボード、ファンとかね、こう基板の大きさからして650あれば十分だろうということで、650選びました。まあ、本当は550でもいいかなと思って、500だとちょっと心配かなと思ったんでね、余裕を持たせました。あと大事なことです。一応ね、今回使ってる CPU はこちらね、Core i7 の 4790K。で、まあ、K がついてると、まあ、K がないのもあるんですけどね、K がついてると、少しランクが上がるっていうか、まあ、オーバークロックっていう、まあ、すごい細かいこと言うと、まあ、なんだろうね、まあ、ギアセカンドみたいな感じで、もう一回ね、もう一個ね、なんかこう、よりのおみそをこう使えるようなね、機能がついてるタイプらしくて、同じこの Core i7-4790 っていうやつも売ってるんですけど、それと比べると値段が大体ね、多分お店で普通に買っても7000円ぐらい確か違ったと思います。これは確か4万9000円から、まあ、4万6000円かな。税抜きでね。なんで税込み4万9000円ぐらいだったと思います。はい。というわけでね、最後になるかな。ちょっと待ってよ。デスクの下を通って、よいしょ。よいしょ。はい。で、最後ね、後ろ。よいしょ。はい。端子がね、エクストリーム4だとこんな感じになってます。あとケースの後ろのね、かっこよさ、かっこよさっていうか、まあ、形もこんな感じ。まあ、ケースの後ろなんてどれも同じだろうって感じですけども、まあ、僕はキーボードとかね、そういうの含めてこんな風に挿してます。もっと高い基板になっていくと、この辺の形とか数が変わっていくんですけど、まあ、それはね、まあ、欲しい方にそれぞれ調べていただければいいかなと思います。はい。というわけでね、簡単ではありますけれども、よいしょ。よいしょ。はい。簡単ではね、ありますけれども、今回組んだね、パソコンのご紹介をさせていただきました。ピンボケしてんな。まあ、今週どっかでね、ゲーミングセットアップ同じように、デスク周りのね、紹介もしていこうかなと思いますんで、まだ楽しみにしていただければと思います。そのところかな。あ、大事なこと忘れた。そう、これね、押すと光るんですね。まあ、どうでもいいんですけど。はい。またね、なんか分からないことだったらコメントいただければいいかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録ね、していただけると嬉しいです。それでは、バイバイ。